ビシュヌ人がドルバーの前に現れる場面ドルバーはインド神話における北極星、あるいは北極星の神格化である。スバヤム・ブバマヌの孫とされ、リグベーダではバス神軍の一つに数えられる。ドルバの神話はプラーナ文献に見られ、ビシュヌ信仰と結びつけられている。それによると、スバヤム・ブバマヌの子、ウッターナ・パーダには、スルチとスニーチという二人の妻がいて、スルチは、 ウッタマを、スニーティは、ドルバを生んだ。しかし、ウッターナ・パラダは、スルチに操られ、ウッタマだけを可愛がった。父とスルチに冷たく封されたドルバは泣きながら、母のもとに行った。すると、母は、ビシュヌ人を信仰するよう勧めた。そこでわずか5歳の少年ドルバは一人で王宮を、出て行った。そんな彼に、ナーラダセンは、ビシュヌ人の恩恵を得ることはどんな苦行をしても、 難しいことだと悟した。しかしドルバはためらうどころか、3階における思考の場所を望んでいた。そこで、ナーラダセンは彼に、オウムナモーバガバテーバースデーバーやというマントラを授け、ヤムナー川の近くにあるマドゥバナの森で瞑想することを、進めた。ドルバは、マドゥバナの森で苦行を始めた。すると、その苦行によって世界が振動し、神々を驚かせた。やがて、 ビッシュヌジンがやってきて、ドルバに、精神の中心の座を与えた。ありがとうございます。